さん、こんにちは。お兄ちゃんのりみです。今回はじゃん、はい、じゃん、黒板消し型ピンキーシューズでじゃんです。はい、あのビレ版でね、あの筆箱を買ったっていうことをね言ってたんですけど、これです。普通だけどこれです。このね、黒板消しだね。で、結構ね、大きいよね。なんか筆箱なんだけど結構大きめです。はい、ということでこれね、めっちゃ可愛いということで買ったんだけど、でもちょっとね、学校には持ってはいかないということで、お家でね、お勉強するときに使いたいと思います。ヘイヤトえヘヘヘヘ、ハイヤーとうヘイヤーとう、あ、ヘイヤーとうね。はい、じゃあ詳しく見てみましょう。じゃあカメラ近づけます。はい、じゃあ中身をね、どんな風に入ってるのか見てみましょう。いいの、なんかめっちゃ詰まってんだけど、あれ筆箱なのにメモ帳だけど出てきたの、見て。何これ、わー、女の子だーって書いてある。あ、これ前もなんかなかった、この付箋あった、あったよね、そのままじゃん、そのまま。次、お友達からもらったね、プーさんのメモ帳です。いい、かわいい、あ、めっちゃかわいい。4種類、はい、かわいい、かわいくない、これかわいい、使う機会ないから一回も使ったことない。もったいないね、でもね、うん、うん、次、はい。なんか絵描いてある、うち、なんか絵描いてある。誰これ、誰、見て、なんか絵描いてある。誰これ、わかんない、誰が描いたんだろう。リミが描いたんでしょ。前髪が2つあるよ。口しか映ってないから、リミちゃんの顔もちょっと、ねえ、前髪2つあるよ。前髪2つある、ほら、ほんとだ。ちょっと1つ目はあんま見にくいけど、うん、次、はい、まあ、顔もね、入れました。え、だってなんか歯しか映ってないから。はい、定規2個、はい、そんなんいらないけどね、15かな、これ。そうだね、だいたい15センチかな、定規って。まあそれはね、折りたたみは長くなるけどね。はい、なんか削ってない鉛筆もありますね。めっちゃちっちゃい鉛筆と。まああくまでね、お家で使ってるんで、あんまり鉛筆はお家で使わないかな。折れてる、あ、折れてる。これフライングタイガーの鉛筆だ。それで、あと、お箸の鉛筆。前使ってたやつ、うん、これ使ってない、使ってないね。この鉛筆は多分いただきましたよね。うん、ありがとうございます。 Thank you でございます。まだ使えてないです。はい、はい、赤ちっちゃい、あ、これ赤なんだ。赤青鉛筆、赤黒鉛筆、赤黒鉛筆、あ、普通の鉛筆と赤なんだ、半分が。すげえ、すごい。これで鉛筆は全部、はい、うん、はい、あと何入ってんの。じゃあ中身をちょっとじゃじゃん見せながら、はい、壊れたボールペン。ボールペンじゃない、シャーペン。シャーペンだね。見て、すごくない、シロン。どれ、シロン、シロンが噛んだんだよ、これ。これ、わかるかな、ボロボロですね。シロンが噛んだの、これ。そうだよ、噛まれちゃったんだ。はい、な、まあちょっと取り出すとこんな感じに入ってます。あ、うん、あとはもうペンかな、ボールペン、ボールペン、はい、黒と、黒か、そうだね、黒と、あ、シャーペン、あ、これママのシャーペンじゃない、いつの間にか奪われてますね。ぐひひ、壊れてる、しかも壊れてない、作ってる、シャーペンの芯が入ってないのか、はい、あ、注射器のペン、注射器のペンでしょ。キラキラ、黄色、キラキラ。また黄色、プーさんかけそう。あ、そうだね。
とあとこれ普通の黒ペンで、これなんだろう、普通のボールペンの青かな、普通の黒かな、ボールペンだね。書いてみよう。出ない、書けない、出ない。あ、書けた、青でした、青いボールペンでしたね、青青、こんな感じ、青いボールペンでした。はい、以上、うん、まだ最後消しゴム、あ、そっか、いや、ママの、あ、これもママが使ってたやつ、いつの間にかリミが使ってんので、これいただいたやつだね、うん、まだね、いっぱいあります。あとこれプッチョ、プッチョ、あ、プッチョとかに入ってたやつが景品、そう、うんうんうん、あるね、のオラフとか、はい、トカゲあった、トカゲ、ほんとだ、これもなんかに入ってたよね、ガチャ、ガチャだっけ、違うっけ、なんだっけ、この違うよ、ジド、なんだろうね、はい、終わり、終わり、空っぽ、こんな感じで、なんかね、ポケットとかは全くついてなくて、もうほんとザクッと入れる、ポケットついてて欲しかったね、ポケットはなかったです。はい、はい、じゃあしまっていきますか。出していただいたので、しまってください。しまいましたか。はい、はい、かわいいね、でもね、やっぱこの筆箱の最大の特徴は見た目だよね、うん、このなんかこう、ぜひね、学校に持って行ってほしかったんだけど、やっぱりちょっとね、まだためらうらしいので、お家でね、使いたいと思います。見て、これタグなんですけど、ついてたタグね、平成小学校って書いてある。平成小学校、うん、1380円でしたね、くい、ね、なぜか落書きになってます。ちゃんと1380円って書いてあるけど。この、これ、この1ページ1000しゃべるやつ。はい、じゃあ今回はね、はい、お家用の筆箱を、はい、紹介しました。はい、どうですか、かわいいね、うん、いっぱい入る、いっぱい入るよね、いい感じです。はい、はい、次はバイバイ、コッパしおでくらしよ、今からこの、うん、なんだっけ、黒板消しを使って、うん、いろんな黒板を全部消してやる。授業中でもね。